はい、こんにちは。サッパ TV です。本日おすすめする商品がこちら、ミスタードーナツ持ち帰りで会おうセット。はい、こちらは11月16日、本日発売のミスドでポケモンに会おうキャンペーンの持ち帰りで会おうセットになります。ポケモンのドーナツが3つついて、そこにポケモンの絵が描いたマグカップが1個ついてきて、お値段が1080円になります。こちらがね、セットの箱なんですけど、もう見た通りお分かりですよね。モンスターボールの形になってるんですよね。形というか、まあ、色ですね。モンスターボール丸いんで。じゃあね、最初にマグカップを見ましょうか。どんなマグカップが入ってるのかな。あー、白色ですね。何にでも使えそう。あ、可愛いですね。ピカチュウですよ。ピカチュウが書いてあって、この裏はどうなってるかな。あー、 EV かな。これは可愛いですね。これはお子さんたちは喜ぶんじゃないでしょうか。私もですね、毎朝コーヒーを飲むので、今日からこのマグカップを使ってコーヒーを飲みたいと思います。はい、次はですね、このモンスターボールの箱を開けてみましょう。ちょっとその前にこのパッケージもね、見てみましょうか。任天堂スイッチのなんかソフトを記念してたのかな。 EV ですね。しっかりね、赤と白のラインで分かれてて、ピカチュウですね。任天堂ですね。はい、こんな感じですかね。それでは中を見てみましょうか。それでは中をオープン。うわー、いたー、ピカチュウが2匹いますね。かわいいな。モンスターボールもありますよ。これ結構上手にできてますね。クオリティ高い。ピカチュウの顔もね、こう一目でピカチュウってわかるし、かわいいですね。モンスターボールもすごいリアルに作られてますよ。これね、投げちゃいけませんよ。ドーナツですからね。これはね、食べちゃうのもったいない気がしますね。こんなに綺麗にできてると。でも食べますけどね。なんかこの箱の中の緑のしましまもなんかポケモンっぽいですよね、色が。はい、それではね、お皿にポケモンのドーナツを移してこれから食べていきます。本当にね、食べるのはもったいない気がしますけどね、食べて味をお伝えしなければいけないので食べます。それじゃあね、どっちから食べようかな。やっぱここは最初はモンスターボールだな。モンスターボールからいただきます。これ見てくださいよ、本当に上手に描かれてますね。モンスターボールがこんな感じですね。横から見た感じはこんな感じです。上にね、あの砂糖が乗ってる感じで美味しそうだな。それじゃあいただきます。美味しいですね。普通に美味しい。ドーナッツはやっぱりミスドですね。美味しいですよ。このモンスターボールのね、間にもチョコがぎっしり詰まってて、そこがいいですね。はい、続いてはね、ピカチュウを食べていきたいと思います。ほんとね、可愛らしい顔してるんですけどね、どんな味がするんでしょうか。こんな感じです、顔は。目とね、あのほっぺたに、なんだろうこれ、マーブルチョコみたいなのがくっついてますね。でね、耳だけチョコのソースがかかってて、で中にね、クリームが入ってるんですよ。美味しそうだな。いただきます。うん、美味しいですね。この顔の黄色い部分はバナナ味のチョコですね。ちょっと意表をつかれました。でも美味しいですね。バナナのね、風味がしっかりして美味しい。両耳をね、食べたらもうピカチュウじゃなくなっちゃいましたね。何でしょうか、これはネズミでしょうか。ネズミでもないな。なんだろう、新しいモンスターかな。あ、これ頭に乗せたら帽子になるかも。なんか帽子かぶってるように見えませんか。こんな感じで、あれ、これはなんだ。あ、これ良くないですか。モヒカンピカチュウ、新しいモンスター、モヒカンみたいに見える。あまりね、食べ物で遊ぶのは良くないので、この辺にしときましょうか。それではもう一回ピカチュウをいただきます。このね、ピカチュウの中に詰まってるクリームが美味しい。
甘くて最高の組み合わせだな、このドーナツとクリーム。ちょっとね、顔がねちょっと小さくなってきちゃったけど、美味しいな。目はねチョコレートだ。ほっぺたはね、ほんとこれ多分マーブルチョコレートだと思う。美味しい。はい、ミスタードーナツのポケモンドーナツでした。皆さんもね、ミスドに行く機会があって、もしピカチュウがいたら買って食べてみてください。それじゃあ、さよなら。